The Sengoku period, samurai wore waraji on the battlefield. Waraji is an indispensable piece of equipment in warfare along with samurai armor. So, in order to master the art of waraji making, he learned to make waraji at the Sanshuasuki Oshiki in Asukcho, Toyota City, Aichi Prefecture. Hi. はい。本当椅子だから。はい。お尻に踏んでね。ああ、お尻に踏んで。で、なおなおやります。はい。こういう状態。はい。でこれが最初です。はい。でできればきで、これちょっと緩めですけど。はい。きちきち。きちきちで。うん。はい。これくらい。はい、もうちょっと小さくなりますけど、はい、この太さでやっていただきます、はい、でちょっと細くなりました。細くなったら1本継ぎ足す、はい、継ぎ足して3回だけまでひねります。しっかり、はい、で入れていきます。また1本、はい、でまあやり方は2通りあるんですけど、はい、これでいった方が一番ベストかなと。ああ、片側ついで3回、そう3回ひしっかりひねると、はい、うん、崩れないかな、はい、それともあと一つのやり方もちょっと説明します。はい、はい、これくらいこっちに、はい、これくらい出しといて、はい、出しといて、一回ひねります。はい。で、ひねった、この余ってるのをここに入れます。はい。で、なっていく方向。ほー。この、藁を、縄を縫うとき、縦縄って言うんだけど、はい。こういうやり方の方が、はい。こういうぼちぼちが出ない。あー。きれいに。だから、こういうやり方でやりますか？あ、もう、まあ、ハサミで切るんですよね、それ、後で。これは後で切ります。はい。はあ、だけど、その、その代わり、この一本刺した時には、ええ、もう、きっちりやらないと、はい。緩くなってくる。はあ。ハサミで切るから。ええー、ええー、ええー。うん。あ、で、じゃあ、さっきの2回目の後の折り返してやる方でやってみたいと思います。その方が、はい。ロープを作る上には、はい。いいかなと思って。綺麗ですしね。で、うん、綺麗でしょ？はい。そして、その代わり、継ぎ足しでやらなきゃいけないので、忙しい。あー。また入れますよね。はい。どっちとも少ないんだけど、はい。一応こうやって、はい。こうやって、一回やったところで入れます。はい。あ、こっちだ。こっちにね。はい。これくらいで一回なります。はい。でここ入れて、はい、なります。はい。でこっちが細いんで、細い方に入れたいので、はい。でこれをまた入れる。だいたいこれくらいね。はい。でこうして入れてなう。はい。本当綺麗ですね。はい。まずやってみます。はい。じゃあ最初は、普通に、結べばいいですね。ここ。はい、後で、全部6メーター60できたときに、はい。こっちを外して、はい。こっちを縫います。そしたら最後まで綺麗に。はぁ。縫えますので。はい。こうやってするとほら綺麗になるので、はい。でこれも一回こうやってわらび締めって言うんですけど、
ああ、名前がついてるんですね。わらじめ。はい。わらじずめじゃない。で、これを。はい。引っ張ると、うん。あ、そういう細いのを持ってきて。はい、細い。で、締まるなさ。あ、はい。これ。一応、この、はじめの段階ね。はい。最初は。あ、はい、それで OK です。はい。で、水も濡れた方がやりやすい。これ、お水を使ってください。はい。手を濡らした方がやりやすい。はい。あ、すごい、綺麗ですね。ですか。うん。そろそろ細いですかね。あ、もう次足してください。はい。15センチぐらい出しといて、うん、そんなもんでいいです。こんなもんで、はい、よいしょ、一度、うん、こっちに入れて、こっち、こっちに、はい、入れると、で同じようになっていく、あ、はい、いいですね。で、またそろそろ入れて、うん、はい、そうやって。だんだん後ろの方に伸ばしていかれたらいいと。はい。これで 6.6 メートルいきました。おめでとうございます。はい。全部できましたよ。はい。それで、これを使って、はい。これは足で踏んづけてもいいよ。はい。踏んづけて、はい。で、これを、なだらかにします、はい。はい。これでもいいし、はい。これを全部ね、はい。これでもいいし、はい、どっちでもいい。自分のこうやって綺麗に、なんていうの、揃えていく。ああ。またね、艶が出るんですよ。はい。こうやってやる。はい。はい。全部終わりまでね。はい。今頃泣いてるって。可愛い猫ちゃんもいますね。はい、2匹いるんですよ。ああ、そうですか。ヤマトと、はい、カヤちゃん。ああ。首輪つけてもらったんですね。本当。名札ついてるのかな。名札かな。ああ、ノラちゃんだった。あ、そうですか。ノラちゃんだけど結構可愛い、みんな可愛い。ああ、ここにぴったりですよね。私は追いやることしかここに入られたの困る。ああ、さんも小春ちゃんって言って女の子の。ああ、そうですか。うん、昔子供が小さい時にここに連れてきて、でその時は子牛がいて。ああ、そうですか。で子牛の近くに子供が寄ってったら、うん、ドンって。
親牛が子牛にドンって突き飛ばされて、うん、子牛はあの小さいからあのちゃんと塀作ってあるんだけど、はい、そこから抜け出してねぐるぐる走り回って、あそういう時もあったわ。で、わら、みのなんか欠けてあるじゃないですか、はい、あそこを食べちゃう、あすごいね、ドンとして驚いたんじゃないですか。ええ、子供は驚いてましたけどね。ここ、かけるところから始めます。あ、はい。いいですかね。はい。で、ここ両端を持ってて。はい。で、通してくるんですね。え、ちょっと待って、お腹、輪がお腹になるように。輪、はい、がお腹に来るようにして、外から、で、これを42、ここからね、輪が42センチ、輪が、はい、輪が41のところ で、この2本を縛って固定するってことです。はい。ね、その、ほら、ここにある、これでしっかり縛られたらいいと思う。はい、はい。あとでハサミを入れられるよ。はい。はい、40になったら、はい、さあここからスタート、はい、これは置いといて、置いといて、これを10センチぐらいのところを上の方に、上の、あ、うん、反対使ってもいいし、どっちでもいいです。はい、あ、元の方からでいいんですか。あ、元でもいい、どっちでもいい。どっちでもいいですか、これ。うん、はい。私は、はい。後で、ほら、ハサミで切れてもいい、どっちでもいいからと。あ、はい。全部合わせてだいたい10センチぐらいね。はい。で、ここを振り。振り。で、この前を通ります。前を通って、ここ中に入れて、中に入れて、でクリッとやって、で、そして今度後ろを通ります。後ろ。クリッとやったよね。あ、違う違う。こっちにクリッと、こうなって、こっち入れて、うん、でここ後ろ通って、後ろ通って、こう、はい。で。今度は前、前を通るんだけど、はい、これを使います。上に乗せます。あ、はい。で、前を通って、ここで42センチをここで、印を当然合わせる。うん、下ね、ちょっと、うん、この、あ、この端、はい、うん。はい。ここを、これを、これを、上に通します。で、またここをこうやって、で今度は後ろを通ります。今度は下をですね。はい。はい、一緒に通して、でもう一回同じのを繰り返します。繰り返して、で
2回繰り返したらもうあのちょうどいいところになりますよね。はい。そしたらこの真ん中で落としてください。ここまで今来た。でもここで1回やって、はい、ここまでこっちに流して、でこれはちょっとこっちに、うん、こっちに落として、うん、でここをギュッギュッとしてちょっと小さくならんように、はい、はい、でこっから2本か3本、はい、じゃ3本大きいの、はい、それをこれと一緒にこっちに流れてるので、うん、こっからスタートね、はい、でこうやってこれと一緒に入れて、はい、でなるべくこうやって大きくね大きくして、はい、はい、そしてずっと編み込む、はい、一緒、はい、はい、10センチね、10センチ、これが第一ポイント、はい、そして細かいのを表に出さないように次足していくと、広げるような感覚で、はい、10センチ、10センチぐらいまでなるんだっていう感覚でやっていきます出だしがもう1個目より形が綺麗、全然違うこの出だしと比べたら、はい、嘘みたい上手あの、うん、ケボケボも出てないし、はい、本当は本当だけどこれ最初は緊張したのかなんだいや本当は上手なのかもしれない。いやそんなことないんですけど、やっぱ力が入っちゃうと、うん、草履ギュウギュウ締めるってると、うん、なんか狭くなっていっちゃって、そうですか、はい、あるんだねその加減が、はい、自分の広くするのがなかなか僕難しいんですよね、うん、でも今綺麗ですね、もう本当に
両手を使って、なるべく広げて広げてと思って意識して。これを入れた方がいいんじゃないの？え？これをカメラに入れた方がいいんじゃないの？あ、今ここで撮ってるんですけど。あ、そうなの？はい。うん。すごい。嘘みたいよ。実践地でやめてくださいね。はい。あと2センチ。ここの白いところから、いえ、ここのもう、てっぺんから。はい、てっぺんから。あ、だからもう、もういいですね。はい、10センチでした。じゃあ、血を入れてもらってもいいですよ。はい。で、血を入れます。血を。血はね、真ん中からやっぱり入れる。あ、真ん中から入れて、はい、で、こうね、うん。左の場合は、中に入れてから親指でしたね。そうだよね。そうそうそう。で、親指を置いて、ねじねじして、下、そのまま下から、下から上にして、こっち、ここに通す。うん。下に通して、で、ここ前、指の、うん、指の方にして、外しながら、こう編み込んでいく。ながら、また編み込んでいく。はい。で、今度こっちに行きます。移動しました。これでいいですよね。いい。はい。いいです。はい。で、これをぐりぐりぐりやって、で、上から下にやると、この親指を乗せて、うん、上から乗せてクリッとやって、こっちに来て、外から内へ回してこっち外しながら、うん、で、頑張れ、足りるかな、で下か、あれと上、クリッとなったから上から下、腕上下、うん、はい、で一応その綿が残ってるので、はい、編み込んで、あ、でも編み込まなくて、いや、やっぱ編み込んで、これね、これ、うん、これをここまで、ここまで来て、そしてまた普通のように、はい、3本でもいいから、はい、今度は5センチです。こっから5センチ。センチまで来ました。はい、小さくなってないね。あ、こんなにいいですね。はい、いい感じかな。はい、じゃあ5センチ、それギュッとやってみて5センチなのか、はい、ふんわりの5センチなのか、ギュッてやって5センチにしてください。はい、ギュッとやって5センチあります。じゃあもう次の、もう一個、それをそうやってで、こうやって折り、ちょっと折って、グリ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 やって、はい、こうやって回して、ここの一方面下から外へ出して、外に出して、もう一遍下をくぐって、
って小指を外しつつ編み込みます。でもここから次の方へ渡っていけとはいいと。親指で押さえるわけでしょ。で、ぐりぐりやった。ぐりぐりやった。で、ここは、内から、内から、外。そうやって、で、こうやって、で、こっち、こっちに行ったのは見てたから、知ってる。はい。その時に前、ここの前を通る。あ、前を通って、でこれをグリッと一周してなかった。ああ、ここが一周してなくて、してなくて、でこっから普通のように普通に、はい、こっから、そう、一周足らなかったですね。一周足らなかった、はい、その親指を外すときに、はい、ああ、ちょっと合います。はい、はい、うん、すごいね。そしたらあと7センチ。はい。すごくたくさんの方がこちら働いてみるんですね。そうですね。各部署にだいたい3人ぐらい。ああ。私も3人いるんですよ、ここ。ああ。わら。わら。はい。わら細工で。はい。で、一番年長の人がその何？あ、さっきの。乗ってたやつ。はい。もう80過ぎて。あ、そうですか。そう。81歳なんです。ああ。バリバリ。へえ。私よりも元気。元気ですよ、ここにいる年配の。ああ。私も年配のブルーに入るの。すぐ疲れた。はい、この白いのを縫ってください。はい、で、なったら白い布を入れていけば、はい、はい、白い布も、こっから始めて真ん中から、真ん中ね。真ん中のこっからで、うん、これ、あ、編めばいいんですよね。そう、編み込んでいい。なくなるまで、ぐらいまで編み込む。うん、なくなるまで。だいたい3センチ合わせてね、2本目の、その白い布が、巻いたのが、
2本目の。で、合わせて、3センチぐらいまでなれば、はい。さっきの第3ポイントの締めに入る。はい。ああ、耳を縛っていくやつですね。そこもね、うっかりすると忘れるので。さあ始めようって言ったけど忘れてすんなり出てこない。若干布通りと藁通りとまた違う。ああ。これで今1本で2センチぐらいまでなんですけど。はい、で、あと1つ。もう1本足せばいいですか。もう1つ足して途中でやめる。3センチになったらやめる。はい。で、後ろに置いとくね。はい。これとこれは一緒にやるんでしたっけ？この一本目いい。はい、これだけで。一本目ね。はい。ああ、一緒にやった方がいいと思う。あ、一緒に、うん、はい。同じように入れて。で、あまりこれを、はい。出さないね。もったいないというか、せっかく巻いてるのが。はい。それくらいで十分だと思うので。で、一緒に。一緒にやっていく。はい。で、これは3センチでやめるんですか？そうです。もう出しといていいんですね。うん、出しといていい。そのまま。このままで。はい。はい。3センチだったんですね。3センチ。はい。ここ3センチ。うん。ほんで耳が長かったらいけないので、さっき17って言ったよね。はい。ここをまず、本当に42センチになってるか、確認をする。自分で。はい。42センチ。で、なってないの。私のは47ぐらい伸びてるから、はい、42センチになるまで、はい、調節するんです、これを。ああ、引いて。引っ張れば動くと。そう。引っ張れば動くので、はい、この、両方を42センチに揃える。はい、ここが17って言ったらどうね。あとこの辺までね。はい。あと3センチぐらいです。うん、3センチぐらい引いてください。はい。はい。もう動くかな。あ、動きますね。動いたね。タイミングだよね。はい。これで。17ぐらい。ちょうどいい。はい。それで OK。OK。さっきの何、何縛るやつ。はい。まず、これを、まあ。ちょっと待って、ここがきちっと人がないと。はい。これで、ここ、下。下へ。で、下に全部流してしまって、いらないものは。はい。で、いるのはこの白い布だけ。あ、白の、はい、うん。これがいるので。はい。これちょっと置いといて。はい。で、ここを、中へ、まず。まず、入れ、こういう感じで、左のやつを右の、ここの、はい。入れます。左を右へ入れます。右の耳の方に入れて。はい。はい。で、ここに入れるんじゃないの？下からここに。うん。はい。あ、これで縛れそうですね。うん、縛れる。はい。で、ぎゅーって縛って。はい。ま、ここを、くぼみ、なんていうの？くぼみをつける？こう。うん、そう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 。はい、そうそう。うん、で、綺麗にやりつつ縛って、はい、それを重ねておく。重ねて、うん、で置いて、で、まあ、竹通しを先に挟んどいて、はい、竹通し。竹通しがそこにある。はい。それを、これを、置いといて、ここに置いて、一緒にぐるぐるって3周。一回、反対から巻いた方がいいか。あ、私が反対にいるからいいのか。まあいい、いいです。はい。で、3回やったら、ここに通します。その竹の割れたところに。はい
で、ここは切っとくんです。もう切っとった方が入れやすいので、はい。はい、ここを切っといて、切っといて、で、取れなかったらまたやり直せば、あ、ちゃんとできましたね。はい。うん、キュッて引けばいけますので。はい。で、ここを玉で、ぐるぐるって結んで、結んで、結んだ後は、はい、あの、何？あの、カット？きれいにカットしてもらえる？ここで切ればいいですか？もう結ばれたよね。今結びました。うん、はい。この辺で切ればいいですか？はい。はい、で、他のところもきれいに散髪してある。はい。はい。テレビ出演されてるかもしれないね。あの、もう劇団に入って、あエキストラって、そうですね、うん、なんとか舞台っていうのも名古屋城にもいますもんね。おもてなし武将隊ですね。はい。加減でやられるんですか？うん、そういうことは僕は、あの、してないんですけど、でも、まあ、こういうのをやってるのは、地元にお城があって、そのお城をもうちょっと、あの、観光化したいなっていうところからの始まりで、岩崎城じゃないんですけど、はい。そうですね。岩崎城も盛んにやってますね。私はお城が疎いからわからない。ああ、今お城のブームで。だって、こんなん山城、あの、飛鳥城もありますよね。はい、人気ですよね。あ、そうですか。はい。山城の世界では、あ、そうですね。はい、有名な。今、アスケ氏はいないんだよ。アスケ氏はどっか雲隠れされてる。あ、そうですか。はい。なおなさえと。ああ。鈴木氏になって。あ、そうなんですね。ああ、そうですか。負けちゃうと、はい。首を取られちゃうもんね。だから、雲がそれぞれ。ああ。でも、あそこのアスケ城も綺麗ですよね。なんかだいぶ整備されてるんですよね。それで綺麗。行ったら、ああ、四季折々。このわらが、もう今機械化されてて、自分で稲を刈るっていう人がいない。ああ。本当にこの青刈りしてる仕事、職人、あの、何、農業の人、はい、が作ってないんですよね。ああ。で、あの、途中の稲刈り終わった
うん、別でほら自分だけで刈る分だけ、はい、収穫するじゃないですか。あ、全部機械が入っちゃって、やってくれるので、そのまま短くの肥料になって、なんかいずれ笑わなくなる悲しい、悲しいっていうか、これは昔のね、やっぱり履物として残るだけだから、みんな履いてたんだけど、ですよね、うん、僕の親父が言ってたのは、あの藁草履を履いてたって言って、子供の頃、うん、そうで昭和の戦前戦後でしょ、はい、物のない、はい、で金持ちの子は下駄って言ってました。まあ農家さんであればみんな藁草履だわね。あ、ほら商売やってる人とか、こう農業やってない家庭もあるので、そういう人は下駄を履いたりしたかもしれない。はい、うん、そうね。あら、もうできたな、これで。すごい早い。これでいいんですかね。いいと思います、はい、全然違います、形がほら本当ですね頑張って、